はい今回は維新の会のヤバい点は鈴木宗男さん除名の際のまあ謎ですね、あとですね、えー、まあ宗男さんがですね今後、令和に行くことがいいんじゃないかという、まあ、そういったことをですね、えー、考えながらお伝えしていこうと思います今回もよろししくお願い,いたします。 まあ、ほとんどですね、この話っていうのがまあ、あんまり、えーまあ、表面的なことは言われるんですが、まあ、自民党あるいは維新の会っていうのは、まあ、アメリカサイドなわけですね、宗主国サイドで、えー。逆にですね、鈴木宗男さんというのはロシア、あーまあえーまあ、ローの方に外交しに行ったと。でロをですね、 まあのこうなんていうのかな、推している政党というのはほとんどなく、まあ、令和ぐらいしかないんじゃないかと、あの令和山本太郎さんはです、ね、別にうとか、ゼレンスキーをどうのこうの言ってませんから、だからまあそう考えると、鈴木宗男さんというのは、令和にまあ合流することが僕たち日本国民のためなんじゃないかということを思います。あとですね 今回の内容っていうのは、まあ、気づいていた方いらっしゃるかもしれないんですが維新の会のですね、えー、まあこの鈴木宗男さん除名する時のこの謎があるんですよ、これ非常に謎なんですね、で真相っていうのは分からないんですよ。 あのうん、何て言っていいかわからないけどその場にいないからただ単純におかしいなという、まあ、そういったあことがありますでまず、えー、こちらの件もです、ね、少し前からずっと注目されているんですが鈴木宗男さんがです、ねまあ、ロシアに行、まあ、ったことで、えーまあ、そのことに関して維新の会で、まあ、どうのこうのという話になったんですが、えー、鈴木宗男さんはです、ねえーまあ、ロシアに言ったことについて国益のマイナスになるかならないかということで 幹事長に言ったわけですよ国益はあなたの100倍以上を考えている政治家として動いてきたと、うん、鈴木宗男さんって最もなことをおっしゃってますからね本当にこのなんか日本では「こう」うが、えー、正義で「ーが悪みたいな全くそのマスコミの、ねえー、意味のわからないでたらめだと思いますがそういったことを信じるのかもしれませんが、えー 日本は中立の立場でいるべきであり、ロシアっていうのはね、えーまあ、近隣諸国になりますから、そこと外交する、あるいは取引するっいうことは必要なわけですよ、えー。なんていうのかな、ロをひたすらにね、その、なんかこう、な,なんていうんでしょう、まあ、悪く言うとか、もう訳分からないとしか、まあ、僕は思わないんですけど、別に、ねえー、ロの味方でも、ウの味方でもなく中立、でさらに言うと、ロとはあ、まあ、その外交取引をする、当たり前の話だと思うんですけどね。 で、えー、ここからなんですよ、この維新の会のやばい点ということで、気づいた方がいらっしゃるか、あニュースにもなっていたんですが、えー、鈴木宗男さんをですね、えー、除名する際に、えー、維新の会の代表の馬場がですね、全員マスコミを追い出したんですね、だから何を話しているのかっていうのは分からないわけですよ、うん、で、実際これってのは僕には分からないし、まあ、誰もおそらく分からない、えー、この維新の関係者ぐらいしか分からない、マスコミもいなかったから。 でこの代表の馬場がですね報道陣をすべて、えー、出して、えーまあ、宗男さんは除名ということではなく離党ということになったんですね。うんまあ、あ正直、何が違うのかっていうのも微妙なところですが、除名ではなく離党ということで,で、なんでこのマスコミを、えー、追い出したのかと、中で何を話していたのかっていうのが全くわからない、うん。非常に気になるところなんですが、わからない、えー。謎が残る。だから謎なわけですよ。でえー、今度ですね この維新の会の代表、馬場ですが、えー、共産党はですね、なくなったらいい政党とか言ったんですが、そういうことを言いなが,言いながら、えー、鈴木宗男さんを処分するっていうことですよ、だから維新の会ってもう意味がわからないんですよね、うんで、よく維新の会のデタラメですが、身を切る改革って言ってますが、国民に身を切らせる改革、まして今回なんて鈴木宗男さんが、えー、ね、炉に対して外交しようと思った、らそういった人を、まあ、切る、厳しいことをする、切る、わけわかんないじゃないですか。うん、でも話にならないいと思いますけど維新の会 入ってねで、えー、まあ、ニュースの、まあ、内容になってるんでこのニュースの内容をここからちょっと注目していこうと思うんです,思うんですが、えー、10月2日にですね、まあ、ロシアの、まあ、ルデンコっていう外務次官が鈴木宗男さんと、まあ、会談したということで。で、えー、まあ、その、まあ それ以外にも、えー、ま鈴木ま宗男さんはあ、ま外交したっていうことなんですが、で、えー、こうなんていうのかな、ロ,ロシア側もえー、まきちんと考えてるわ,わけですよ。で、このロとウの話があって、えー、この 日本の議員で、えーまあ、そのロシアを訪れたのは、えーまあ、鈴木宗男さんが、ねえー、初めてっていう、まあ、その路との,その、ね、対,対立のあと、そのことを維新の会が認めないっていうことなんですよこれが意味がわからないんですよね。 で鈴木宗夫さんは、あまあ、その前にも、今年の5月にも大型連休で、牢、えーまあ、を計画していたが、まあ、党から懸念されていたということで、でそこで、えー、言ったんですよ、今回のね、えー、鈴木宗夫さんが牢、えー、に行って、えー、藤田幹事長に言いたいことがあると、国益をあなたの100倍以上考えて、えー、政治家として動いているって、本当に鈴木宗夫さんの言う通りですよ、国益を考えるんだったら、牢との外交、貿易っていうのは必要ですからね。 それをなんか、「う」が正しいんだとかっていう政治家、マスコミも話になりませんから。 うん、で、えー、この <laughs> 10月6日、ですね、えー、この吉村が、えーまあ、維新の会としては論に行くこと自体にも反対、考え方も違う、だから維新の会っていうのは、この吉村の発言から分かりますけど、完全に右側あ、アメリカ側ってことですね、自民、維新は、えー、アメリカ側ということで、で、えー、その厳しい処分をするっていうことで、えーまあ、その除名っていう判断をしたっていうことで、でまあ鈴木宗男さんと、えー、維新の会っていうのは、まあ、あなんていうのかな、溝 こが大ききくでで、たとということで、まあ、鈴木宗男さんのような、ま、ともな議員が維新の会にいること自体が、まあ、おかしいと思いますし今回の件でわかるんですが維新の会っていうのは外交全くできないわけですよ、うん、だから役に立たないってうことです。 世界、えーね、外国と外交ができない、えー、安全保障もできない、もう役に立たないのもいいところじゃないですか、うん、それがですね、えー、支持されているって非常にもう謎でしかないんですけどで、どういうことなのかっていうことを考えると、ですね、自民党と維新の会っていうのは、日本の総主国、アメリカ側なんですね、右側なんですよで、それに対して鈴木宗男さんっていうのは、中立ないしは老側なんですねで、鈴木宗男さんっていうのは反自民党、あるいは反アメリカ側と取れるわけですよ。で 最初の方にお伝えしましたが、ーを支持しているというのは、まあ、令和あ、ね、山本太郎さんとかなんで、そう考えると鈴木宗男さんというのは、このあと、えー、令和に、えー、行って、令和で頑張って活動すると、日本のお、ね、ためま、まさに国益のため、えー、になると思いますし、日本国民のために、えー、なるんじゃないかと、僕はあのそういうのを真剣に考えて思ったんですね。 鈴木宗男さんと、えー、山本太郎さんが、まあ、協力するとで、そうするとですね、山本太郎さんというのは維新の会ととても、ねえーまあ、不仲というか、まあ、維新の会がおかしいんでね、山本太郎さんのことを必要以上にいろいろ言いますけど、維新の会と山本太郎さんというのはあとても不仲なわけじゃないですかで、鈴木宗男さんにもこのような除名とか、まあ、そういったことをしてるんで、山本太郎さんとお、ね、鈴木宗男さんが一緒になれば、維新の会に、えー、してみれば、ですね、えーまあ、とても、まあ、嫌な感じ、えー、ということ でしょうしそれがいいと思いますで この鈴木宗男さんのことをですね、いろいろ言われるのかもしれませんが、日本の政治家の、まあ、役割、役目としては、ですね、日本国民の生活を守ることなんで、ロシアのそういったあ、まあ、ものが入ってこなくなるというのは、国民の生活を圧迫するわけですよ。そう考えると、鈴木宗男さんが今回、ロシアに訪れたっていうのは、日本国民のためなわけですよ。日本国民のための外交なんですが、それを理解できない人が多くいると、で、全く意味がわからない。 うん、だから、この鈴木宗男さんのように、えー、日本国民のため日本がどうしたらより良くなっていくということを考えてくれる、えー、政治家が増えると日本が良くなるんじゃないかと思います。まあ、少し前にお話ししましたが山本太郎さん、小沢一郎さん、えー、とても日本国民のことを考えてくれる、まあ、政治家そこにです、ね、鈴木宗男さんとかも入って、えー、国民のための政治をしてくれる政治家が増える議員が増えると少しずつ良くなっていくんじゃないかなと思います。だかか、ら、今今のの自民党とか今回の維新の 今回もそうですが外交できる政治家が全くいないんですよ、話になりませんからね。 うん、岸田は外交なんてしてませんから、外交に行ってお金ばらまいてるだけじゃないですか、全くどうしようもないと思うんで、まあ、今回はですねこの維新の会のやばい点、鈴木宗男さんが除名するときに、マスコミを全部出していたと、何を話していたのかわからないで、鈴木宗男さんのスタンスでは、ロー側なんでえ、令和に行くと、まあ、国民のために、国益のためにえより力を発揮できるんじゃないかと、まあ、そのようなことを思ってお話しさせていただきました、リスナー様の参考になっていただける点があれば、何よりですということで。 今回はここで終わります。最後まで聴いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。